あ、まあ、じゃあ、とりあえず。はい。ツイキャスまだ来てないっすね、コメント。トークテーマも随時募集してますってことも言っておきましょうか。そうっすね、うん。失礼します。おっと、かっこいいさんだ。トークテーマも随時募集して。あ、さとぼんさんだ。来てる。あ、本当だ。はい。ちょっと始めますが、はい。あ、ちょっと早いですが、ちょっとそう、逃しちゃった。少しお待ちください。はい。じゃあ行きます。10秒前。はい。8、7、6、5、4、3。2、1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、6月1日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。沖縄県宜野湾市喜友名にございます 79.7MHz FM 宜野湾の収録スタジオから収録放送でお送りします。お相手は私、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そしてミキサーはこの方です。はい、あかりです。よろしくお願いします。お願いします。はい。番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しております。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも OK です。メールアドレスは 797@fmginowan.com まで、懸命に沖縄大好きと書いてお送りください。そして、FM ギノワンではラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして番組専用の X とハッシュタグがございます。アカウントは @大好きラブ797、フォローお待ちしています。そしてハッシュタグは大好き叫べとつぶやいてコメント参加よろしくお願いします。さあということで、今2週分の収録ということでお送りしていますが、もう放送ではもう6月に突入しているということで。そうですね。早いですね。もう梅雨ですね。梅雨ですね。もう収録の移動の時も先週の放送でも話しましたが、もうすごい大雨だったので、到着した時はちょっと濡れてはいたんですけど、なんとか無事にたどり着けました。6月の放送の時点でもまだ雨が続いているかはちょっとわかりませんが、皆様引き続きですね、体調面ですとか、外出される際はどうかお気をつけてお出かけください。それでは、
一旦 CM に入りたいと思います。はい、はい、絶対可憐のやつでいいですか。いいですよ。オッケーす、はい、じゃあ CM 明け5秒前、はい、4321、はい、改めまして沖縄大好きです。それでは皆様からツイキャス、そしてメッセージをご紹介していきますが、ツイキャスの方ですね、届いてますので、こちらからご紹介したいと思います。まずは、トップバッター、カープボーイさん、沖縄大根塩さん、間違った、ちょっと待って、沖縄大根塩さんって何すか、カープボーイさん。どんな間違い方なんすか。間違った、沖縄大輔さんでもない、沖縄大輔さん、2回も間違ってる。皆さん、知念じゃない、あかりちゃん、皆さん、こんばんは。もう、むちゃくちゃだな、おい。避難警報まで出た、さっきということで、カープボーイさんのところ、避難警報、出たっていうことに出てますが、もしかして、大雨洪水警報で、ですかね、出てるかもしれないということで、それから、サトポンさん、こんにちはということで、サトポンさんですね。この間メッセージありがとうございました。そして、カープボーイさん、昼にボケとこ、あんた、子の773みたいみたい、どういうこと、ちょっと待ってください。773みたいなことを言ってくださいって、これ何なんですかこれ。773みたいなことあかりさん、これ、どういう意味だと思いますこれ。773みたいなこと。カープボーイさんからのコメントですね。昼にボケとこ、あんた、子の773みたいな。何なのさって言いたいのか、もしかして。なんか大喜利ですね、とりあえず。とりあえず大喜利。まあ、勝手に大喜利が始まってた。大喜利は、ちょっと番組後半ということで、カープボーイさん。取っておいていいですか。まあ、お待ちください。お待ちください。それからですね、そのカープボーイさんが引き続きコメント来てまして、はい、何回聞いても面白いラジオネームがある。パンティー侍さんって方がいるって。あ、区切り方そっちですね。私、パンティー侍だと思いました。パンティー侍さんって方がいる。しかも、若い女の子らしい笑いってきてます。女性の方がですか。なんか深夜ラジオとか好きそうなラジオネームですね。確かに。うん、なんか、さらば青春の光のラジオとかに投稿してそうだ、ね。ああ、いそう。いそうだ。そうですよね。あ、結構、その声優さんとかも芸人さんのラジオって今、たくさんありますもんね、本当に。いろんなラジオ番組が。やっぱり、ラジオを投稿できる場も増えましたからね。うん、増えましたね。したり、はい。何でしたっけ、ご自身で、沖縄大好きさんやっている。ああ、そうだ、その話もせっかくなんでちょっとしたいと思います。はい。実はですね、昨年の8月から、個人ラジオ配信っていうのをやってまして、音声配信アプリ、スタンド FM っていうのがございます。うん、で、その番組のタイトルなんですが、はい、沖縄大好きのユンタクタイムっていうタイトルでやってます最初は結構フリーで特にテーマを設けることもなくおしゃべりしてたんですが、5月からちょっと定期的に配信しようと思って、今毎週日曜日の午後12時をペースにですね、収録した内容を投稿しているっていう感じでやってます。メッセージテーマもその日に合わせたものに関連したものをやってますね。現在、今収録の時点では、第19回目まで今配信してますね。テーマ、沖縄についてお話しさせていただきました。で、また、ちょっとお時間がある際は番外編として、フリーでまたおしゃべりしていきたいなと思ってますので、ぜひ、スタンド FM っていうアプリから、皆さんインストールして、沖縄大好きのユンタクタイムという番組をぜひ検索してみてください。メッセージもですね、募集しております。チャンネルの方にレター機能というものがございますので、ぜひぜひそちらからですね、ラジオネームも添えて送っていただけたらと思います。あとですね、実はツイッターも、沖縄大好きのユンタクタイム用のツイッターも実は開設してますので、いろいろやってますね。最近、ラジオ始めるタイミングで、同時に開設しまして、ありがたいことに、FM 宜野湾のこの常連リスナーさんからもメッセージ届くことがありまして、
なので、ちょっとその、まあ、アカウントも教えますね。旧ツイッター X、沖縄大好きのユンタクタイムは、アットマーク、ユンタクタイム、そのままですね。すべて小文字で、yuntakutime と検索すると、黄色いラジオのイラストのアイコンが、私のスタンド FM の番組のアカウントになってますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。では、はい、先週に引き続き、告知バンバンタイムということで、はい、あの、ちょうど、あの、サッチーさんからコメントも来てまして、サッチも定期的にツイキャス配信したいけど、現実的に難しいんだよね、ってことで、そうなんですね。サッチーさんもちょっとお仕事の関係ですとか、ちょっと時間帯的にちょっと厳しいところも、まあ、あの、あるみたいなので、あの、本人のペースで今配信してるようなので、ぜひぜひサッチーさんのツイキャスも、あの、皆さんコメント、あの、参加お待ちしてますので、ぜひ遊びに来てください。そのサッチーさんなんですが、毎週日曜日の、夜8時半から放送しています、サッチーの気まぐれラジオ。こちらですね、MC はサッチーさんとミキサーに、フェームギナーのスタッフのキャンさんが、お二人でお送りしております。メッセージテーマをもとにですね、ゆるーく楽しく気まぐれにトークしているラジオ番組となっております。そして月曜日の夕方6時に、FM ギノアセカンドの方でもですね、ツイキャス配信しておりますので、ぜひぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。ということで、はい、もう。番宣ラジオじゃないので、大丈夫ですよ。という感じで。優しさ溢れる紹介をありがとうございました。はい、じゃあせっかくなので、ちょっと、沖縄大好きさんに私もちょっと質問考えてきたので。何でしょう。はい。なんか、はい。なんかちょうどサトポンさんいるから、あ、はい、よかったって思ったんですけど、はい、サトポンさんのラジオで、はい、コーナー、なくて七癖っていうコーナーがあるんですね。はい、で、そのなくて七癖っていうコーナー内で、うん、どんな人でもこの必ず癖はあるものだっていうことで、うん、はい、いろんな人の癖を発見していこうっていう、はい、すごいほのぼのとした、なんか楽しい企画があります。いいですね。私、それ聞くたんびに、いつもなんか自分の癖についてとか、はい、あの人はあの癖あるなとか考えるんですけど、はい、沖縄大好きさんは何か癖とかありますか？自分、癖って言ったら、はい、結構なんか頭かいちゃう癖ももちろんあるんですけど、なんか最近になってから、あの、なんかあの、起きるときに、あの、片方目を開けてるんだけど、あの、もう片方の目、例えば左目が閉じてる状態、右目開けた状態でなんか起きてくる癖があって、はい、なんかの、多分目やにがあるからかとか、ちょっとそれでなんかわかんないですけど、なんか起きるときなんか変な癖になっちゃって、それが。ああ、なるほど。でもすごいなんかストレス性の予感もしませんか、ね、ちょっとそれが怖いです。ああ、かもしれないのかな。ストレス溜めやすいところも実はあったりするので。ちゃんと寝てます？寝てます。まあ、一旦大丈夫です、ね。一旦大丈夫です。よかった、よかった。で、ちなみになんかこう、はい、この自分のこういう部分のせいでちょっと困ったなとかあったりしますか？自分のせいでこういう部分。そう、自分のなんかこう、うん、例えば私だったら、すごいおっちょこちょいすぎるんですけど、はい、なんていうか、あの、私よく物にぶつかるんですよ。そう、なんか歩いてると、はい、なんか多分自分の、なんか、もう私、車幅って言いたくなるぐらい、この、なんか自分のこう、こう幅を分かっていなくて、はい、今日も机に2回ぐらいぶつかって、そうそう、なんか、ちゃんと前を見ずに歩く癖のせいで、怪我しがちっていうのがあるんですよね。はい、なんかこういうドジ、まあ、ポンコツですね、ほぼ。なんかありますか？ああ、でもそれ言ったら自分も結構ポンコツなところあったりするんですけど、なんだろうな、あ、人に、ちょっと迷惑かかりそうなポンコツぶりで言うと、あ、でも、自分も結構よそ見して人にぶつけちゃ、ぶつかることももちろんありますし、はいはい、あとは、そうですね、結構、体格が大きかったりもするので、うんうん、ちょっとそれでまあ、ぶつかるときに、っていうか、なんか、なんだろう、ぶつかるときにっていうか、ちょっとそれびっくりしちゃったりなんてことも相手が、なんてこともありますし、まあでも、あとはちょっと、たまになんか疲れてるときは、ボケーとしてるときが、自分ちょっとあって。そうですか。だから結構、たまに眠りなんてしちゃうときがあって。ああ、でも私も最近、山内さんが居眠りしてるとこ目撃して、なんと。そう、で、あ、これはいい
ところ目撃したぞと思って、はい、ちょっと動画に収めておきなんかいつか使おうと思って。どこで使うんですかそれを。何かあったら脅そうと。そう、私のポンコツぶりを責め始めたらこう見せて、山内さんも寝てたじゃないですか。やばいぞこれ山内さん。そう、水戸黄門の、あの、うん、この門インドか目に入らぬかみたいな感じでやろうって考えてます。秘密でお願いします。皆さん秘密でお願いします。さあ、ということで、あのツイキャスもどんどん来てますね。お、コシさんこんにちはということでありがとうございます。そして沖縄 T シャツパパヤさんも、喋ってる途中にフフって含み笑いをしてしまうのが癖ですって来てますね。なんか色っぽいですね。色っぽいですね。いいですね。そう、確かに。確かにパパヤさんコメントもそうなんですけど、フフってこの可愛い顔文字でよく来ることがあって、うんうん、なんかこっちもなんかほっこりしちゃうんですよね、なんか見てたら。いいですね。そして、ヤンポーさんも、お、うん、今、パン作業終えました。お疲れ様です。お疲れ様です。そして、サトポンさん、アカリンちゃん、ナイスパスって来てます。どうもありがとうございます。さ、もう、頼りになる相棒でございます。そして、パパヤーさん、猫はヒゲで測るって言うから、猫ヒゲつけるといいよって来てますね。猫ヒゲ、測る。そんな機能なんですか。知らなかった。有能、すげえ。それから、コシさん、昨日のリュードル無料配信でも沖縄大好きさんのコメントわちゃわちゃ楽しそうでしたね。そうなんですよ。あの、実は毎週火曜日に琉球アイドルのこの定期ライブが、あの、ありまして、はい、あの、現地に来れない方のためにも YouTube やってるんですけど、月一台、あの、実は無料配信やってまして、で、久しぶりにちょっと自分も、その無料配信からちょっと参加してたんですけど、うんうん、あの、ノンストップであの楽曲歌って踊ってあのパフォーマンスやってるので、それつい盛り上がっちゃったりして、コメントも結構いろんなファンの人たちが楽しく盛り上がってて、いいですね。あの、リスナーさんのかっちゃんさんもコメントにも参加されまして、あの楽しい時間を過ごさせていただきました。それから、ヤンポーさん、一郎の居眠りを拡散しようと、あー、ちょっと待って、それは秘密でお願いします、ヤンポーさん。それは秘密で。何まあ広げないでおきましょうか。これは、これ以上はちょっと捨てときましょうか。そして、パパヤさんもクスって笑ってくれてます、そこで。さっきの癖ですね、もう、うんうん。いいですね、なんかこういう風にコメント来て。そうですね、しかも、なんかこう、うん、こう、図らずとも、こう、さっきみたいに、こう、コメントのおかげで、大好きな、こう、リュードルの現場について話せたりするから、うん、はい。いいですね。いいですね。コメントに助けられますね、助けられますね、本当に。うんうん、自分も結構実はあの、沖縄の、まあ、沖縄アイドルがすごく好きで実は言うと、はいはい、あの前は結構行ってたんですけど、まあ、ちょっといろいろあってあの、ちょっとなかなか足運べる状況じゃなかったんですけど、うん、去年一回だけあの、もうリーダーやってたあの、マイチュのこのラストライブ、うんうん、卒業ライブ行って、それっきりなんですけど、はいはい、久しぶりにそのリュードル、今のその体制のそのリュードルメンバー見たときはもう、本当に迫力がすごくて、うん、なんか一層よりパワーアップしたなっていう印象がありましたね。そこでマリちゃんとハルパンも初めてそのステージで歌って踊る姿を見ることもできて、うんうん、充実した時間も過ごすことができました。あ、いいですね。なんか私アイドルといえば、うん、やっぱりなんかグッズがすごいいいなって言って、ああ、わかります。いや、なんかアイドルのグッズで私アクスタもなんか買いがちなんですけど、うん、はいはい、やっぱりなんかこうなんかこう鍵、キーホルダー的なやつ、うん、はい、なんかこう、このメンバーちゃんの監修のキーホルダーとか、うん、デザインしたキーホルダーとか、はいはい、そういうものちょっと集めがちで、ああ、わかりますよ。アイドルグッズこれ買っちゃうみたいなのとかあるんですか？ああ、でも、沖縄アイドルのライブ行った時は、うん、あの、どっちかっていうとチェキ取ることが多くて、そこで一緒に写真撮って、うん、で、あの、メッセージも書いてもらったりなんてことも。メッセージも書いてもらうんですよ。いいですね、サインもつけてもらって。いいな。で、今あの、ちょっとリュードルとか他のアイドルのチェキ今家に置いてきてるんで、手元にないんですけど、うん、別のその、アニソン関連のその、ライブ行った時に、はい、その、アニソンのそのカバーユニットやってる人たちのチェキとかもして撮ったりして、はいはい、今も持ってますね、ちょっと。ああ、いいですね。なんかチェキって他難しくないですか？で、アルバムにやってます？って思うじゃないですか。実は持ってきてて今一つ。あ、嘘。あるんですよ。あの。お、じゃあちょっとカバンから出してもらって。え、なんか私はこのメジャーで活動されてるアイドルのチェキをたまに買うんですけど、はい。そう、1枚2000円とかするので。しますね。そう、もうちょっと集めらんねえって思って、あ、
今沖縄大好きさんがチェキアルバムを出してくれたんですけど、ものすごい分厚いアルバムですね。最近のですと、あの先週お話ししたトカムギちゃんの生誕祭でも実は撮ってきたんですよ。はいはい。でちょっとこの一部ちょっとマカリンさんに今、はい、ちょっと見てみます。お、なんかすごい指で、あ、ハート作ったりそうなんですよ。ハート作ったりすることもできて、すごい。こんな感じで。すごい、あの男性の方が女装してるような、あのおじさんの女装の。あの、この方芸人さんなんです、実は。そうなんですね。あの、メタリカっていうこの芸人の一作さんっていう方なんですけど、実はちょっとあの、あるイベントで、あの、うん、今回来られてまして、そのコントの一つで、この女装っていうんですか、その、このメイドさんの服とかもいろいろつけてやってたんですよ、このコントとして。そうなんだ。てか、やっぱメイド服って可愛いですね。可愛いんすよ、みんな。いや、いいんですよ、ね。可愛いんすよ。いやー、メイド服、いや、なんかメイド服の女の子、あとセーラー服ね。はい。いや、最高ですよね。あとはもうアニメのそのキャラクターのコスプレとかも。あー、なるほど。いいですね。ちなみに、はい、コスプレの中でどれが一番グッときたコスプレとかあるんですか？そうですね。今ちょっと自分のそのチェキ帳で言ったら、うんうん、あの、このラブライブっていう、そのアニメ作品の、はいはい、この、高坂ほのかちゃんっていうこの、ミューズのキャラクターがいまして、主人公で、うんうん、そのコスプレをしている子が、個人的に実は好きで、推しのキャラクターなのでまた、いいですね。で、このほのかちゃんのそのコスプレしている方も自分実はずっと前から推してまして。おー、なんか、もう、得でしかないですね。もう得しかないですね。いいですね。いやー。でもなんか猫耳とかもいいですよね。はい、いいっすよね、本当に。あとちょっとなんかお色気になっちゃうけど、バニーガールとかないですね。はい、気になりますね。はい。そうですね。ところで、あ、ヤンポーさんから、はい、ところでよく聞くけど、チェキって何ねということで。ああ、チェキはあの、言ったらあの、インスタントカメラって言った方がいいですかね、わかりやすく言ったら、うんうん。あの、写真撮ったら、あの、この現像されるまで、その場で現像することができるんですけど、ちょっと時間かかるんですけど、うんうん、最近でも結構そのチェキも、まだ結構だいぶも流行ってて、アイドルのその現場とか行くと、うん、1枚、今1枚どれくらいだったかな ?1 枚1000円とか、それぐらいだったかな、うん、ちょっと現場、そのアイドルさんによって多分変わるんですけど、そこでまあ写真撮った後に一緒にその現像して、で、メッセージ書いてもらったりっていうのもしてて、うん、多分今それぐらいかな、ちょっと、長く行ってないのもあって、ちょっと、今の金額はちょっと僕もわからないんですけど、ね、まあ、チェキはもう基本、あの、インスタントカメラですね、うん、って言った方がわかると思います。そうですね、あの、カシャッとシャッターを押してすぐ出てくるのが。そうそうそう。やっぱりこの、すぐお渡しもできるから、重宝されますよね、うん。重宝されますね。で、しかも、あの、あれですよね、あの、スタッフさんのチェキを取る腕前も結構試されるところ、うん。試されますね。なんか、たまに、あの、ファンの人が代わりに取ってくれる場面もあって、で、一回だけ。そうなんです。自分も一回だけちょっと、あの、うん、お願いされたことがあって、その時、あの、ソロのアイドルで当時活動してた人がいて、で、あの、スタッフさんがその時もいなかったマネージャーさんが、それで交代で撮ったりなんていうことも一回だけあって、はいはいはい。その腕も試されてましたけど、でもいい感じに撮れました、その時は。あ、そうなんですね。はい、いや、よかったよかった。ちなみに、はい。なんか早いもんで、はい、エンディングのお時間です。おお、そこまで来た。そうそう、すごい、コメントで結構、いい感じに、うん。そしてツイキャスもですね、あの、パパヤーさんから、あの、ギノワンにもチェキもどき送ったから使ってみてって来てるんですけど、写真をレシートに印刷するやつ、どんなのだろう、これ、うん。ちょっと気になりますが。そしてサッチーさんも、今用事があって、さっき FM ギノワン通過したみたいで、うんうん、一人だったら突入したのに笑いって来てますね。いやいや、いつでも突入してください。しかも、あの、はい、なんか、サッチーさんが送ってくれた、この、チェキもあるし、はい、マナさんが持ってきてる、この、あの、ほんと、アイドルが撮るような感じのチェキ、あるんですよ、すごい。1枚、そうそう。なんか、ちょっと、原価分はいただくんですけど、はい、そんな、なんか、利益出すためのやつじゃないので、みんな、はい、お気軽にどうぞ。今なんかパーソナリティさんと撮るやつでしたっけ、うん、確か今なんか、FM ギノワンのこのチェキ1枚200円でしたっけ確か。そうですよね。はい、それです。ぜひぜひ皆さん、あの、FM ギノワンに足を運ぶ際に、スタッフさんに声かけてみてください、うん。あの、素敵な思い出の形となりますので、お待ちしてます。うん、そして、埼玉の郷さんからも来てます。うん、あー、大好き、やばい、
今電波悪いところいるのよって来てます移動中なのかな、もしかして今ゴーさん、あー、ありますね、長距離運転だとそういうのもあります、ね、あー、でもありがとうございます、そんな中本当に、いや、コメントだけでも嬉しいです、ゴーさん、うんうん、ありがとうございます。これぼちぼち1分弱と1分ちょいぐらいになりましたね。はい、早いですね。でも本当に30分でここまで、でもお話、うん、あの持ってくることができて、はい、よかったです、うん、はい、とまあ今回はこんな感じで、まあ、ツイキャスのコメントと、まあ、中心にお送りしていきましたが、皆さんからのメッセージは引き続き募集してますので、ぜひぜひお送りください。さあ、ということで今週も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。皆さん、この後も FM ギノアの番組をお楽しみください。お相手は、私、沖縄大好きと、そしてミキサーこの方。あかりでした。ありがとうございました。それでは、おやすみなさい。OK です。お疲れ様です。そう、なんかごめんなさい、あの CM の時間を加味してなかったので、はい、ちょっと早めに余裕を持って終わりました。はい。はい、じゃあ、ちょっとツイキャス終了します。はい、ありがとうございました。やばい、髪が出ちゃって。失礼します。ありがとうございました、皆さん。